皆さんこんばんは。ミステリー作家の七尾よしです。本日もね、デッパイデイライトをプレイしていきましょう。はい、今回もおなじみコールドウィンドファームもろこし畑なんですよね。そしてスミスキュンでプレイしております。今回はね、またね、ツールボックスを持ってきました。そろそろね、スミスキュンもプレステージ2周目を回していきたいと思うので、今ね、アイテム消化期間中なんですよ。プレステージ2周目を回すと上半身血まみれのコスチュームが手に入ります。さあ、今日のね、お友達は、はい、この音でわかるよね。今日のお友達はヒルビリーさん、29歳、青年実業家の方ですね。あのステーキのファーストフードのブロンコビリーの創業者でもあります。さてと、今チェイスしているのかな。どこにいるんだ。とりあえずいつまでもね、隠れているわけにはいかないので、この発電機の修理から開始していきましょうか。さあ、来るかな。なんか来そうな雰囲気だよね。わ、今日はね、堅実なプレイに徹していきたいと思います。さあ、こっちの方来たぞ。あ、ルルルルル、予感がします。あ、いつものようにね、予感のパークをつけてまいりました。このパークには今までね、幾度となく命を助けられてきた非常に強力なパークですね。ちょっとね、あ、手放せない。さてと、今日もね、一本映画をレビューしていきたいと思います。先日スティーブン・スピルバーグ初監督作品激突をレビューしましたけど、今回は彼の最新作レディープレイヤー1をレビューします。まだ公開されたばかりのほやほやの新作ですよ。もうね、この映画はとにかく映像がすごい。あー、ダウン取られたね。まあ、この手の映像は技術の進化が如実に反映されるわけですよ。まあ、何年か前にアバターを見た時もその映像の迫力に圧倒された思い出があるんですけど、そのアバターですらこの映画を見るとね、しょぼく思えてしまうほどの、なんていうんですかね、緻密さと情報量、そしてスピード感と浮遊感、これはね、クリエイターの技術もあるんでしょうけど、それ以上にマシンやエンジンといったハードウェアとソフトウェアの技術革新が大いに反映されていると思われます。まあ、どんな映画かというとね、舞台は2045年の近未来、地球は環境汚染されて異常気象によってもう世界は荒廃状態に陥ってるわけね。まあ、そんな中、人類の大半はオアシスと呼ばれる仮想現実、まあ、いわゆるバーチャルリアリティにのめり込んで生きていたっていう設定なんですね。あーっという感がしますよ。ルルルルルルル。あ、向こうに行っちゃっているので、これ直せるかな。そのバーチャルリアリティ、オアシスの創始者であるハデリーっていう人の遺言で、まあ、オアシス内のどこかに隠したイースターエッグっていう宝物があるんだけど、それを探し出した者にはこうオアシスの所有権と莫大な遺産を授与するってことになったからね、そりゃもう大変ですよね。大騒ぎですよ。で、世界中のゲーマーたちがイースターエッグを求めて難攻不落とされるゲームに挑むわけで、こう 主人公のウェイド・ワッツもその一人ね。まあ、しかしこのオアシスの所有権を狙っている大企業の社長は、なんとかイースターエッグを奪取しようとウェイドたちを現実世界から追い詰めていくみたいなね、まあ、そんなストーリーなわけですよ。わかりましたかね。なんかちょっと適当に説明しちゃったけど。さあ、あ、見つかったかな。今見つかったっぽいね。大丈夫か。あ、竹が落ちてる。今のうち行きましょう。今のうちレスキューします。さあ、お姫様レスキューに来ましたよ。逃げろ逃げろ。ねえ、よくよく考えるとこのデッドバイデイライトもある意味仮想現実ですよね。みんな仮想現実の中で命がけでサバイバルゲームを展開してるわけで、やっぱね、でもね、仮想現実の中とはいえプレイしているのは人間ですから、
人間の感情とかね、思考とか価値観、死生観ってものがね、大いにキャラクターたちの動きに反映されているわけですよね。裏切る者がいれば命がけで助けようとする者もいるわけで、これがね、最近のゲームの、こう昔にはないね、まだこうオンラインがなかった頃のゲームにはない面白さだと思うんですよね。なんて言うんだろう、ゲームの中に人間性が反映されているみたいなね。もっと厳密に言えばね、人種性とか国民性まで反映されてますよね。さあそこでまた釣られてしまうのか。まあ、バーベキュー&チリをおそらく持っている。ルルルルル、予感そこにいるのね。 OK、 バーベキュー&チリをおそらく持っているでしょうね。よっしゃ、今行きましょう。どうやら釣られているのはビルじいちゃんのようですね。 OK、 あ、もうそこの発電機もかなり修理が進んでいる。さあ行く？治療はいいの？いや、こっち戻ってくるかな。ちょっと離れましょうかね。で、レディープレイヤー1なんだけど、まあ、正直はね、正直言って、いや、こっち来たかな。足跡追われている。ああ、よくよく見たらね、今回もタナトフォビアがついてますね。これがついてると、負傷者の人数によって、こう、修理とか治療速度が低下してしまうんですよ。今ね、1人傷ついてるから、ちょっとだけね、修理速度が、落ちるようになってますね。この映画、正直ストーリーなんて中二病のおっさんが親の年金で引きこもりながら書いたような内容だし、人間ドラマもさほど掘り下げられてるわけじゃないんですよ。なんていうかね、もう金も才能もないコミュ障の青年が仮想現実の世界に入ったら何の努力も必要なく、俺強え状態だし、女にはモテまくる、まさに引きこもりいじめられっ子の理想郷的展開なんですよね。まああれですよ、ハリーポッターみたいな設定ですよ。まああちらは魔法の世界だったけど、こちらはバーチャルリアリティ、仮想現実ね。ただ映像のクオリティは本当すごいのね。もう久しぶりに映像技術に圧倒された一本です。1秒間の映像にとんでもない情報量が詰め込まれていて、初見で全て把握するのはまず無理ね。何度も鑑賞するたびに新しい発見がある、そんな感じです。特にこの映画では様々な過去のゲームや映画、アニメのキャラクターやアイテムが大量に登場してくるんですよ。まーたダウン取られてんの。そうね、僕が初見で把握しただけだけど、ちょっとね、今ねメモしたんですが、まずね、バックトゥーザフューチャーのデロリアン、あとキングコング、アイアンジャイアント、あー、ホラー映画のシャイニングなんかもありましたね。で、デスノート、トゥームレイダーズ、バットマン、あとハーレクイーン、あ、キングコング、あとね、オッケー、ストリートファイターシリーズのキャラクターたち、そしてこのデッドバイデイライトからはフレッド・クルーガーが出てきましたね。あ、13日の金曜日のジェイソンも出てました。さらにチャイルドプレイのチャッキーね。というわけでナイス修理、あとね、発電機も残り1台。いや、今日はね、見事に堅実なプレイに徹してますよね。あ、また予感がしますよ。ルルルルルルル。いや、結構レスキューもしたしね。どうする、治す、治療しようか。よし、治療しましょう。さあ来るかな。あー、今度そっちかよ。さあ今のうちにレスキュー、メグちゃんが行ってくれるかな。よし、じゃあメグちゃんにレスキューしてもらって2人で一気に治療しましょう。さあ2人で治療すれば、あらららら、2人で治療すれば、入ってば。さあじいちゃんいいの。あー、行かれてしまったか。これバーベキュー&チリが発動してる可能性が高い。さあ次ターゲットになるのは誰だ。そしてね、この映画の評価額、またね、動画の終わりの方に評価額をつけたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。さあこれ直そうかね。いやー、今日はね、いい感じで堅実プレイに徹していますね。 OK、 さてあとね、脱出ゲートを開いて脱出するのみなんですけども、
ベルジーちゃんこっちに来ている。さあ、どうやってアプローチしていこうかね。ビルビリーちゃんどこにいるんだ。多分ね、脱出ゲート張ってると思うんだよね。近くにいると思うんだけど。おっと、こんなとこにトーテムあるからね、トーテムちゃんもぎっておきましょう。600円のお駄賃がもらえますからね。ノーワンエスケープは発動はしていない。ノーワンエスケープ持ちではないと。 OK。 さあ、また一人ね、メグちゃんかな、釣られてしまいますね。なんとか隙を見てレスキューしたいところ。予感発動、すぐ近くだ。そこか、ここならバーベキュー&チリも発動しない。メグちゃんは2回目だよね。あんまりキャンプするタイプのキラーじゃないから、レスキューしちゃいましょう。はい、メグちゃん今日結構レスキューしてるよね。さあ、剣術プレイ、剣術プレイ。まだ一度もね、ダメージ食らってない。隠密プレイがね、功を奏している。やっぱこれ予感、この予感のパークが強いんですよ。隠密プレイがねできるっていうのは、予感が発動すると。あー、またメグタソやられたか。これ釣られたら彼女最後だよね、これで。あー、釣るのね。あんまり離れるとバーベキュー&チリが発動してしまうので、とりあえずちょっと接近しておきましょう。これだけ接近しとけばバーベチリは発動しない。あ、ナイス、一人ビルじいちゃんが脱出ゲートを開けて見事に脱出されました。さあ、僕もあそこ開いてるね。まあ、脱出ゲートから脱出か、おお、もしくは脱出ハッチ。このエリアのどっかにね、脱出ハッチ開いてますから、とりあえず脱出ゲートで脱出できそうなんで。いやー、堅実プレイで堅実な脱出。はい、皆さんお疲れ様でした。堅実にプレイすることができましたね。あ、点数はどうでしょうか。ポイントは結構レスキューしたからね、16,000。おー、倍ボーナスもね。はい、当然ランクアップですね。あー、よかった。オハリングでね、ブラッドポイントが2倍になるオハリングを持ってきてくれた人がいるので、いやー、高得点になりました。ありがとうございます。あ、それではね、いつものように映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけたいと思います。レディープレイヤー1、評価額はズバリ1400円です。優秀作、なかなか高い評価額ですけど、この評価のほとんどはね、やっぱり映像のクオリティですね。とにかくすごい映像の連発に、まるで退屈する暇がありません。あと、オタク心をくすぐってくれるので、好きな人は絶対にハマる。特に日本人受けしそうな映画ですよね。最新とレトロまでありとあらゆるサブカルが網羅されていて、もうほんとね、サブカル好きな人にはたまらない一本となってます。あ、そうだ、この映画にガンダムが出てくるんだけど、どういうわけかガンダムにね、3分タイマーがついてるんですよ。これもしかしてウルトラマンと間違ってませんかね、混同してませんかね。そしてこの映画はできたら IMAX の 3D シアターで見てください。ちょっとお金はかかるけど、この映像にはそのお金を払うだけの価値が絶対にあります。この作品は映画というよりはね、ちょっとしたアトラクションなんですよ。現代の映像技術もいよいよバーチャルリアリティの実現の領域に入ってきてますね。いやー、もう近未来が楽しみです。
50代以上の人には懐かしいアタリ社のゲームマシンが出てきたんだけど、その中のあるゲームがお宝のありかの示すヒントになっているんですね。個人的にはそのゲームを E.T. にすればよかったのになと思うんですよ。こうもちろんね、映画 E.T. のゲーム化なんですよ、アタリのゲームね。このゲームはクソゲーの元祖みたいなもんで、アタリ社はこのゲームの失敗で傾いていくことになるわけですね。いわゆる経済用語、業界用語でいうアタリショックってやつです。ちなみに映画の E.T. はスピルバーグの作品なんですよ。さすがそこは大人の配慮が働いたんでしょうね。いやーゲーム E.T. のねゲームは全然お首にも出てきませんでした。はい、というわけで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん Have a nice day. バイバイ。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。